皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。現在でも人との関わりが少なくなっています。近い将来、さらに人との関わりがなくなった未来がどうなっていくのかを考えていきます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。近い将来、人との関わりがますます少なくなった未来は、社会や個人の様々な面で大きな変革をもたらすでしょう。技術の進化と社会の変化が、この未来を形作る要因となります。以下に、その未来の展望を考察してみます。コミュニケーション。人々のコミュニケーションパターンが変わることです。現代でも、SNS やテキストメッセージ、ビデオ通話などの技術によって、対面のコミュニケーションが減少している傾向があります。近い将来には、さらなる技術の進化により、人々は仮想現実や拡張現実を通じて、リアルタイムで他の人と交流することが可能になるでしょう。ビデオ会議や仮想空間を利用したコミュニケーションが日常的になることで、場所や時間に制約されることなく、世界中の様々な人々とつながることができるようになるでしょう。これにより、地理的な距離や文化的な違いを乗り越えて、異なるバックグラウンドを持つ人々が共に活動する場面が増えることが予想されます。しかし、一方で対面のコミュニケーションが希少になることで、リアルな人間関係の築き方やコミュニケーションスキルを持つ人が減少し、社会的な問題が生じる可能性も考えられます。自動化と人工知能の進化。自動化と人工知能の進化によって、人との関わりを必要とする仕事が減少していくでしょう。すでに現代では、自動運転技術やロボティクスによって、物流や製造業などの分野で多くの労働力が置き換えられています。近い将来には、AI による高度な自動化が、知識労働やサービス業にも波及し、多くの職種が自動化されることが予想されます。この自動化によって、人々はより効率的な生産やサービス提供が可能になりますが、同時に大規模な失業や職業の転換を伴う可能性もあります。AI が導入されることで、人との関わりを要する仕事は減少し、経済的な格差が拡大する可能性も考えられます。また、AI によって決定されることが増えることで、個人の自由や意思決定に対する懸念が高まるかもしれません。VR と拡張現実の進化。バーチャルリアリティと拡張現実の進化により、現実世界ではなく、仮想空間が主要な活動領域となる可能性があります。仮想空間では、自分自身を自由に表現し、他の人と交流することができるため、多くの人々がリアルな世界では経験できないような体験を楽しむでしょう。バーチャルリアリティの技術が進化すると、教育や研究、娯楽などの領域での活用が広がります。学校や大学では、教室に集まる必要がなくなり、遠隔地からでも、リアルな授業を受けることが可能になるでしょう。また、バーチャル観光やバーチャルイベントも増え、観光産業やイベント業界にも、大きな変革が訪れるでしょう。しかし、このような未来には、現実世界の問題も存在します。バーチャルリアリティや拡張現実が、人々の関心を引き寄せる一方で、現実の環境問題や社会問題が見過ごされる可能性があります。また、仮想空間が現実の社会よりも魅力的であると感じる人々が増えることで、社会的な孤立や引きこもりの問題が深刻化するかもしれません。ロボットや AI。 ロボットや AI が人々の日常生活に深く浸透する未来も考えられます。介護や家事、教育など、人との関わりを必要とする領域で、ロボットや AI が活用されることで、
高齢化社会や労働力不足の問題に対処する可能性があります。また AI によって個人の行動や思考を把握することが進化すれば、個人のニーズに合わせたサービスや情報が提供されるようになるでしょう。一方で個人のプライバシーや個人情報の保護に関する懸念も高まるかもしれません。人との関わりが少なくなった未来では、孤立感や社会的なつながりの欠如が増加する可能性があります。人々がリアルな対面コミュニケーションを避けて仮想空間に没頭することで、身近な人間関係が希薄化する恐れがあります。社会全体で孤立感や社会的孤立に対処するためには、新たな支援システムや政策が必要になるでしょう。例えばオンラインコミュニティを活用したサポートや仮想空間内での心理カウンセリングなどが考えられます。また教育においてもコミュニケーションスキルや対人関係の重要性を強調し、バランスの取れた技術との付き合い方を教える必要があるかもしれません。総じて言えることは、近い将来人との関わりが少なくなる未来には多くの利点と課題が同居しているということです。技術の進化によってより便利で効率的な社会が実現される一方で、個人の孤立や社会的な問題が浮き彫りになる可能性もあります。人は他人と関わらずに生きていけるのか。人が完全に他人との関わりを持たずに生きていくことは非常に難しいと言えるでしょう。人間は社会的な生物であり、他者との交流やつながりが個人の発達や幸福に大きな影響を与えます。以下になぜ他人との関わりが重要なのかについて、いくつかの理由を挙げてみます。 1. 社会的な存在。人間は社会の一員であるという意識を持っています。他者との関わりを通じて共同体やグループの一員として自己を確認し、アイデンティティを形成します。孤立した状態で生きることは心理的なストレスを引き起こし、自己価値観の喪失や孤独感につながる場合があります。 2. 愛と支援。他人との関わりを持つことで愛や支援を受けることができます。家族や友人、パートナーとの絆は個人の幸福感や安定感に大きく寄与します。他者との絆を持つことで生活の困難や挫折に対処しやすくなることもあります。 3. 知識と学び。他者との交流を通じて知識や経験を共有し、学び合うことができます。他者の視点や経験から学ぶことは自己成長や洞察力の向上につながります。仕事や学問、趣味など様々な分野で他者とのコミュニケーションが重要となります。 4. 精神的な健康。他人との関わりを持つことは精神的な健康に良い影響を与えるとされています。社会的なサポートを受けることでストレスへの耐性が向上し、うつ症状の軽減や回復を促進する効果があります。孤立した状態では心の健康に悪影響を及ぼす可能性が高まります。 5. 協力と共同生活。社会的な関係を持つことで協力や共同生活が成り立ちます。人々が協力し合い、共同で目標を達成することは社会の繁栄につながります。仕事やプロジェクト、地域の発展など多くの場面で他者との連携が必要です。もちろん人との関わりを持たずに生きることは一時的には可能かもしれません。しかし長期的に孤立した状態が続くと、心身の健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。他者との関わりは人間の基本的なニーズの一つとして認識されており、豊かな人生を築くために欠かせない要素と言えるでしょう。皆さん、今回の未来予想2045の旅はいかがでしたでしょうか。私たちのチャンネルをご視聴いただき本当にありがとうございました。
未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045を応援していただければ幸いです。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しかったです。ありがとうございました。